語り場チャンネル。こんにちは、語り場チャンネルです。本日はこちらですね、まあ、見ての通りのオンボログルマです。ダイハツのミラですね。2001年製なんですけど、富山に移住してきて、とりあえず車がないと困るんで実家の倉庫に眠ってた、このオンボログルマを使って、まあ、半年間行動してたんですけど、さすがにちょっとねもうオンボロすぎてきついと、まあ、どんぐらいオンボロかというとですね、こちらが車内なんですけど、見てください、エアコンが、はい、このように、カバーが取れてます。もうこれ回すのペンチで回さないともう指の力じゃ回りません。そしてこのエアコンの、風量、これもカバーが完全に剥がれてて、くるくる回転しちゃいます。はい、そしてオーディオがなんとカセットテープ、やばくないですか、カセットテープしかないです。こんなオンボロですね。はい、まあ、2001年製なんでね、まあ、古いのは当然なんですけど、何よりね狭いんすよ。完全にね運転するときハンドルに足が、当たっちゃうんで、いつもこの足を開きながらじゃないと運転できないという、このスペースの狭さ、もういい加減辛いということで、ちょっと中古でいいんで、車を買い替えようと思ってます。まあ2001年製のこんなオンボロですからね、まあ、何買っても新車のように感じるでしょう。ということで買いに行きます。ということでエクステージ高岡店来てみました。いやー、いろんな中古車が置いてありますね。いやー、どれもこれも今乗ってるやつに比べれば全然新しいですからね。安いのでいいんで、サクサクっと買い替えちゃいましょうかね。ついにこの車とお別れをする時が来ました。いやー、お世話になりました。俺的には半年ぐらいしか世話になってないですけどね。2001年製のダイハツミラー、いやー、23年間お疲れ様でした。ということで中古の、ムーブキャンパス買ってきました。いやー、ピカピカですね。やっぱ2001年製のミラに比べるとね、もうほぼ新車ですよ。反射がやべえ。いやー、素晴らしい、ペッカペカですわ。いいね、すごい綺麗ですね、ペッカペカ。こんな感じで新しい車を手に入れました。まあ、まずね、しょぼいミラから言うとだいぶレベルアップしたのがね、これね、はい、鍵開けれます、これでね、はい、しかも両側パワーウィンドウ、すごい勝手に動く、やばい。
晴らしい。いやそしてね、まあ、中に入ると、いやもう全然違いますね。足もつかない。やった。運転伸び伸び。乗り込むのもすごい楽です。いや、いいんじゃないですか。はい、これでちょっとね、ドライブ楽しみたいと思います。今回の動画はここまでです。ここまでご視聴ありがとうございました。